はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、2020東京オリンピックのですね、野球で金メダルを取ったんですけど、かなり前の話ですけど、2年ぐらい前の話ですけど、えー、あんまりですね、価値がないんじゃないかなっていうですね、えー、お話をちょっとしてみようかなと思うんですけど、あん、あまりですね、日本国のことであんまりこう、マイナスイメージのことだってあんまり言いたくないんですけど、 ええー、そうですね。まあ、金メダル取れたんで、まあ、喜ばしいことなんでしょうけど、あの、個人的にはですね、あんまり意味がない金メダルなのかな、みたいな感じで思ってまして、あの、もともと野球にそんな興味がない人なんで、まあ、まあ、野球の悪口をですね、言うような感じで、ちょっと、 よくないのかもしれないですけど、で、えっと、どの辺がですね、どう、価値がないかっていうところなんですけど、東京オリンピックに、東京まで来てですね、野球をやったチームっていうか国がですね、6チームしかないんですね。えー、っと、その、 え、地区予選みたいなのはやってるはずなんですけど、アメリカ予選、南米予選とかですね、えー、ヨーロッパ予選とか、アフリカ予選とか、多分そんな感じでですね、6チーム決まってて、日本はまあ、多分予選はやってないんですけど、えー、日本に来て野球をやるってやったチームはですね、6チームしかないんですね。で、ちょっと <laughs>、あの、トーナメントがなんかですね、 見せた方がいいと思うんですけど、最初なんかリーグ戦をですね、6チームでやるんですね。で6チームでやった6チームでですね、あのー、あ、トーナメントかなんか見せた方がいいのかなちょっと待てよ。説明するだけしますか。説明するだけしますね。で、6チームでと、あのー、 リーグ戦をやって、1番から6番まで決めるんですね。その6チームでですね、えー、その、えー、1位のチームが一番有利になるような感じのトーナメントを組んで、で6、6位のチームがですね、勝ち上がるのが一番きついみたいなトーナメントで、6チームでリーグやって、6チームでトーナメントやって、で、1位の チームが金メダルなんですね。で、まあ1位が1位なんで、まあ喜ばしいことですけど、あそうですね、まあえ、6チームのうちですね、えー、ちょっと待ってよ。<laughs> はい、6チームのうちですね、あー あの、半分より上まで行けばですね、えー、メダルが手に届くんで、金、銀、銅、どれかですね。なんで、ま、かなり各、メダルを取る確率は高いんですね。でですね、えー、まあ、こ、こっからもあるんですけど、その、東京オリンピックの時はですね、あの、コロナで大変で、あの、オリンピック本当にやるのって。 やるかやらないかよくわかんないけど、日本がやるって言ってるから、え、じゃあ、練習一応やっとくみたいな感じでですね、多分日本はやるって決めてるからですね、多分しっかり調整、練習とか調整を通るんですけど、多分海外の国はですね、本当にやあの、オリンピックやるのみたいな感じでですね、えー、ぼんやり調整か何かを通って、 で、日本まで来て試合をしてるんで、あんまりですね、負けて当然みたいな感じでや来てると思うんで、あんまり力が入ってなくてですね、日本に比べると半分以下ぐらいの力でですね、やってると思うんで、あん、まあ、今伝わってますかね。伝わってるかちょっと説明が下手なんであれなんですけど、えメダルを取るのは当たり前ぐらいの状況で、えー、 そうですね。まあ、日本以外の国はですね、ほとんどあんまりやる気がない状態で金メダルを取ったような感じになってるんで、あまりですね、金メダル、なんかこう、2、30個もらってますけど、はい、思ったよりですね、価値がない、ん、えーはあ、気がしてますよっていうか、らしいですよっていうかですね、 はい、まあ、えー、今 WBC っていうのやってるんで、ちょっと思いついたんで、ちょっと言ってみてますけど。はい、えー、なんでね、えー、まあタイトル通りですけど、東京オリンピックのですね、野球で金メダル取りましたけど、えー、そんなにね、価値のある、なんかこう、世界中の国がですね、あの、すごく競い合った中でですね、日本が、 なんかすごい強くてですね、金メダルを取ったわけじゃなくて、なんか取るべくして取ったお膳立てができてたっていうかですね。はい、あの、まあ、あ簡単に言うとですね、えぇ、ー、たぶ日本人が思ってるほど価値のあるメダルじゃないような気がしますよってことで、伝わって、伝わったか伝わってないかわかんないですけど、 えー、伝わったか伝わってないかですね。わかんないけど、まあ、えー、どうなのかなと思った人はですね、ちょっと調べてみてですね、あ、こんな感じのことを言ってたんだ、みたいな感じのことをですね、えー、暇な人はですね、調べてみていただけたらと思うようということで、はい、えー、 あんまりね、日本の悪口みたいになっちゃうんで、あんまり言いたくないんですけど、はい、あんまり価値がないメダルのような気がしますよ、ということで。はい、今回は以上です。